どうも皆さんこんにちは、イリです。いきなりですが、皆さんはアルケうまく活用していますでしょうか？幻灯には戦闘や探索で役に立つアルケと言われるアイテムがあり、皆さんもジェットパックやジェットスライダー、ロボットアームなどの SR アルケを探索の時によく使うと思いますが、意外と SSR のアルケって使わなくないですか？SR アルケと違って入手が困難というのもありますが、 SSR のアルケは主に戦闘でかなり役立つようなアイテムがたくさんあるので、しっかり活用した方がいいと思い調べたところ、このホログラム投影がかなりの強性能を持っていたので、今回はこのホログラム投影について詳しく見ていきたいと思います。早速本編へ行きましょう。名前はホログラム投影、レアリティは SSR のアルケとなっています。実はこのホログラム投影、ポラントの探索値を1035まで上げることで解放ができるため、知らないうちに持っていたという方も結構いると思います。そしてその気になる効果は、自身のホログラム投影を作り出す。ホログラム投影はキャラの武器攻撃を同時に再現し、本体の余ダメージの 35% のダメージを与える。持続時間15秒、クールダウン180秒となっています。いや強くね？多分単純に15秒間攻撃力 35% アップと捉えることもできると思うので、かなりのバフ性能だと思います。また突性能もかなり魅力的で、1突で持続時間プラス20秒、2突でスキルのクールダウンマイナス120秒となっているため、2突までできていると35秒間攻撃力 35% アップ、クールダウン60秒とめちゃ強なんですよね。また5突までできていると 35% の余ダメージが 50% まで増加するので、本当に魅力的なアルケだと思います。僕自身はまだ1突もできていない状態なのですが、ワールドによくいるキノコに向かってホログラムありなしでダメージ検証をしてみましたので、よければご覧ください。いかがでしたでしょうか？正直僕個人の意見なので、もしかすると上級プレイヤーの人からしたらまた違う意見があるかもしれないですが、余裕があれば突出していきたいなと思いました。以上、ホログラム投影についてでした。少しでも参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画も見てください。バイバイ。